第80回高校サッカーの決勝戦、2対0国見リードで後半40分が始まります。今勝負の40分、後半40分が始まりました。2対0黄色と青の縦縞のユニフォーム国見高校、長崎県代表が2対0とリードしています。さあ白い岐阜工業、1点、そしてもう1点返すことができるでしょうか。今度は風上に立ちました白いユニフォームの岐阜工業。攻める国見は風下、ボールが戻される、ヘッドで落とします。中に送る中村から、このボール10番の土屋取るか、あこれはうまい。さあ前に持っていく、シュートもできるか、片山でした。さあ岐阜工業、9番の片桐にボールを集めたいところ、その片桐へボールが通るか。1対1なら絶対に抜いていく自信があるという片桐、向こう側のタッチラインを割っています。セルジオさん、後半に期待することってのはどんなことでしょう。まず早い時間にね、やっぱり今度は風がフォローですから、そんなに引かないでね、やっぱり早く最低で1点差に早く持っていかなかったら非常に苦しくなると思います。三浦さんはこの岐阜工業、点を取るんだったらばどの選手が活躍するべきと思いますか。そうですね、片桐君はもちろんなんですが、7番の山崎選手と、あと11番の古田選手、ね、両サイドね、早くサポートをして、はい、そして2列目からの飛び出しっていうのを期待したいと思います。今4番の熊崎から11番左サイドの古田を使っていくよというパスだったんですが、タッチラインを割っています。2対0長崎県代表国見高校が2点のリード。第80回全国高校サッカー選手権大会の決勝戦を迎えています。連覇を狙う国見高校、一方は初優勝を狙う岐阜工業高校です。8番の松井から左サイド古田、さあ片桐へ通るか、5番の阿部クリアします。6番片山から1つ戻します。前にボールを送る、これはオフサイド。鴨原、そして亀山口、亀ヶ淵、鈴木がオフサイド。今度ボールが戻ってきますからね、こういう縦のボールは前半と違って流れないから、岐阜工業の守りもちょっと気をつけなくてはいけないと思います、はい。さあ国見高校のメンバーですが、前半とは変わりません。ゴールキーパーが徳重で、3バックは阿部、徳永、成瀬、ダブルボランチが中村、亀ヶ淵、元木、そして右サイド渡辺、真ん中に柴崎、左に片山、ツートップは亀ヶ淵、鈴木と鴨原です。一方の岐阜工業の方も前半とメンバーは変わりありません。ゴールキーパーが小木、ディフェンスはセンターバックが熊崎、松久、右に玉木、左に池野谷、ダブルボランチは福井と松井、2列目に右から山崎、土屋、古田、ワントップ片桐という布陣です。5試合連続6得点の9番片桐、今日の決勝点を入れますと、なんと1回戦から6試合連続の得点、市立船橋高校の北島選手に並ぶ記録となります。当然そのあたりも意識の片隅に置いているこの9番の片桐、この大会では再三再四チームの危機を救ってきました。決勝戦、ゴールマウス、ゴールネットを揺らすことができるんでしょうか。私が小さい時に相手にチャンスを与える、小さいことはするな、攻撃はシンプルイズベストと言って、イレブンをピッチに送り出しています。柴崎から向こうサイド、片山のシュート、フォローしていきます国見高校、これはファウルがありました。国見高校のファウル、PK 取りましたね、今キーパーが飛び出したね、キーパーのファウルを取りましたか、どうですか、ちょっと厳しいって感じはするんですけどね、ちょっと見てみましょうか、はい、片山のシュート、こうここのアンブルしたボールをね、こうちょっと厳しいですね、鈴木の足をボールに倒したという、飛び込んでいったという感じはするんですけどね、さあ蹴るのは9番の鴨原、国見高校3対0、後半の5分です、その差を広げます国見高校。まあ岐阜工業がこの時間帯に欲しい得点が、逆に国見に入りました、はい、それも PK でね、今大会2得点目になります鴨原達也、
前年度はあの大久保の陰に隠れましてサブでの出場が多かった田原です。目指したのは全国で4303校、そのうち各都道府県の予選を勝ち抜いた48校によって行われた高校サッカー第80回国見岐阜校の決勝戦。中に送る、向こう側クリアします。10番の土屋、逆サイドからもう1回国見高校のコーナーキックになります。高校サッカー界のスターたちが集まった高校選手権決勝進出のこの2校のイレブンはいわゆるカリスマプレーヤー。3対0、国見高校がその攻撃力を見せつけています。ゴールキーパーの鬼、後半2本目になります。喜びもね、あの悔しさもいい選手を育ちますから ね、 そうですね。これをバレーにしてね、本当 J リーグで頑張ってほしい、はい、さあ片桐、中に送る、向こう側11番の古田、自分で行くか、2人が囲む国見高校。あ、この辺りは国見高校非常に ね、 ね、三浦さん、はい、やっぱあの辺で、ね、2人3人で囲みに行くっていうのはすごいやっぱ、いい戦術っていうか練習してるんでしょうね。そうですね。そして鴨原です。渡辺打った。あの国見高校というと非常に走るんでしょう、三浦さん。きついです。苦笑いしてますけどもね。でもあの小嶺総監督に聞きますと、昔と比べたら全然走らなくなったみたいですよ。それでも多分普通の学校よりはね、走ってると思いますけど、まあこれだけね、運動量が持つということはかなり走ってるということが言えるかもしれませんね。いや、一番楽のは試合やってる時間じゃないですか。なるほどね、止まれますからね。そう、後半15分が経過しました。さあ11番の古田へ、これはオフサイド。その悔しさは必ず胸の中にあるはずだと。で、周りをもっと使って古田、山崎を活用してほしいというのはゲストの三浦さんと同じ見方をしてますね、はい、渡辺から中に送る、さあ相手シュート打った、9番の鎌原か。まあ今片桐の話が出ましたけれども、お兄さん難しいんですね。さあ鎌原、ディフェンスが薄くなっている、亀が内には通らない。さあ後ろから行く柴崎か、倒された。これはペナルティーエリアのちょっと前、そしてイエローカードが出ます。3番の松久、この選手は就職をするということで、一戦で活躍するのはこの決勝戦が最後になります。3番の松久、ただ今止めなかったらね、そのまま独走して、ね、あの4ペナルティーエリアのちょっと外側です。まもなく後半20分になろうというところ、壁を作ります。岐阜高イレブン、風は向かい風、3対0、国見高校3点リード。三浦が好きな角度です。8番の柴崎か、蹴った、低いボール、キーパーに登録がね、ダブらないという制度を作れば、うん、それさあこのボールは国見高校カウンターか、鴨原から真ん中には亀ヶ淵、元木、自分で行く鴨原、ドリブル突破を試みますが、渡辺大吾、中に入れる、キーパーの帯後ろに刺さった、片桐のシュート、片桐惜しい。だから彼がね、ペナルティエリア の、 あのかかるところエリアに入ってね、こういうプレーすればすごく怖い選手ですね。だからキーパー徳重が手に当てまして、コーナーキック、ボールから離れてプレーするのはあまり彼には良くないと思いますね、はい、さあ4本目、1点返せ、このボールを取りたい岐阜工業、川尻から前に送る、土屋シュート、しかしこれはオフサイドてるんですが、なるほど。さあ9番の鴨原、ここは時間を稼ぎに行きます。ボールキープです。はい、木下さんどうぞ。岐阜校でサッカーをやってれば国立に来れるんだ、そんな強い自信を先輩たちのプレーで感じることができたと。2年生1年生は気持ちを一つにして、どうしても1点取ってくれ、その思いで最後の声援を送っています。岐阜工業ゴールキーパーの荻、やっぱりね、あのグラウンドでは戦うけども、彼らっていうのは選手を育つっていうの大きな役割も、はい、あの抱えてますからね、いい話ですね。か片桐、10番の土屋、9
セルジオさん、ついに来ました。来た。これがね、まあ、時間的にあの遅いかもしれないんですけどね、この気持ちがね、はい、やっぱり大きく大きくね、このチームに影響してくると思いますね、はい、あるいはこれからまだサッカー人生続く選手にしても、これから後輩たちらにもね、はい、やっぱりこういう1点の重みってやっぱり大きいと思いますね。本当にそうですね、はい、この1点を見て岐阜校でサッカーやりたいなという子もね、今増えたでしょうね、はい、それとやっぱり1年生とかね、これから来年このチームを引っ張ってくるという選手なのにね、やっぱり最後まで諦めちゃいけないという言葉より、やっぱりこういうあのシーンがね、一番こう印象的に残るじゃないかなと思いますね、はい、ロスタイムはどうやら2分の表示が出るようです。今まもなく手元の時計では後半の40分が過ぎようというところ。まあ、昨日の試合を思い出したらまだたっぷり時間あるということじゃないですか、昨日のドラマですね。三浦敦さん、三浦さんが高校生時代最後の1秒まで頑張ったあのひたむきさっていうのを思い出すんじゃないですか。そうですね、もうでもその時は無我夢中でやってましたから。あ、なるほどね。国見の16年連続出場は記録を更新中。今日勝てば2年連続5度目の優勝。連覇は戦後7校目、76年の首都圏開催以降5度の優勝はミスター高校サッカー帝京小沼監督に並ぶ快挙です。国見小峰さんの目標は言葉には出しませんが、戦後高校サッカーの巨星 V6 6度の優勝帝京を抜くことでしょう。そして今長いホイッスル、国見高校長崎県代表岐阜工業を破りまして2年連続の優勝を果たしました。2年連続5回目の優勝、長崎県国見高校戦後7校目の連覇、快挙達成ということになりました。3対1、また小峰総監督に大きな勲章が加えられることになりました。国見高校が2年連続5度目の選手権優勝を果たしています。それにしてもセルジオさん、まあ、岐阜工業決勝戦は、まあ、一矢を報いたという形だけになりますけれども、ここまでの勝ち上がりを見ますと、非常にいいサッカーをしていたんですよね。いいサッカーやったしね、やっぱり試合も多いし疲れを乗り越えてね、やっぱり最後までやっぱりきつかったけども、やっぱり1点取ったところ、まあ、決勝に来た意味も含めてね、まあ、よく頑張ったなという感じがしますね。